みその橋みその橋は、京都市北区の鴨川に架かるみその橋通りの橋である。京城から、上鴨神社を望む西鴨橋と上鴨橋の間に、位置し橋東沈めからは、上鴨神社及び上鴨本通りに続いている。青い祭りの巡行経路の最後を飾る、神聖な橋として知られるなど、鴨川に架かる橋の中でも、歴史的な意味合いが強い。みそのとは、 国物のための畑を意味する。橋に沈めのすぐ南、鴨街道との交差点が、堀川通の起点となる。現在の御園橋は2021年6月29日に、供用が開始されたもので、有効福音23メートル、2景観で4車線。両端には幅角4.5メートルの歩道が設けられている。上鴨神社周辺の景観に配慮されたデザインが採用された。 急遽は1937年に仮設され、橋町は69.8メートル、有効福院は10.5メートル。川の中に2つの橋脚があった。片側1車線の車道及びその外側に歩道が設けられていたものの、歩道幅は1.5メートルと狭かった。加えて車道幅は7.5メートルながら交通量が多いため、 しばしば自転車が歩道を失踪して歩行者の通行に危険な場面も見られた。そのため、この橋の上の歩道は自転車を押してくださいの立看板が設置されていた。みその橋より上流の鴨川右岸は京都市の広域避難場所に指定されている。昭和時代に仮設された旧みその橋周辺の自社や京都市の記録によるとみその橋の歴史は 平安時代以前に遡るという。もともとは、青い祭りの直視を通すため臨時に架けられた橋で、祭礼が終わると、その都度破却、撤去していたという。右岸一帯が、大宮里だったことから、大宮の私とも呼ばれていた。最古のものでは1654年の古地図に描かれているが、描かれていないその後の地図も発見されている。味噌の橋が常設されるようになったのは、 江戸時代末期の1864年である。付近一帯を襲った1935年の京都大水害により橋が流出、その2年後に市が仮設した。1972年に歩道が設けられ、2021年の掛け替えを経て、今日に至る。拡幅工事の完了したみその橋みその橋は、災害時の緊急輸送道路に指定されている。また、堀川2を経て、 市内中心部と、倉間、高文峠を経て、大原方面をつなぐ要所であり、かつ重要な生活道路でもある。そのため、平時から1日1万台を上回る車が通行するなど、交通量が大変多い。しかし、青い祭りの巨行に支障が出ることから、仮設以来目立った改修が全くなされておらず、かねてから橋の耐震性や機能性の向上が求められていた。 2010年に京都市は全面改築が必要と判断し、足から建設し直す、掛け替えで、福井を2倍強の約23メートルに拡大する、改築計画案をまとめた。橋脚から作り直す、掛け替えや、橋桁交換などの広法を決め、堀川2と鴨海道の交点から橋に沈めに至る、道路拡張工事を完了させた後の2015年10月19日に、 着工した。仮橋は架橋せず既存橋を残しながら、新橋南側部分を先行して施行する。橋爪南側の裏面に茂る樹木のうち、施行の障害となるものは樹木位の助言を参考に、京都市が一本ずつ移植、伐採を判断した。新橋北側部分となる既存橋の掛け替えを経て、5年後の2020年頃に完成させる予定であった。 およそ1年遅れの2021年6月29日より全面供用が開始された。2017年6月、本体仮設が順調に進行する新橋南側においてアスファルト塗装を行う前のコンクリート面に近隣の小学生ら820名が鴨川の四季をテーマに船形万灯籠を背景として桜やホタルなどの絵を描いた。 この絵は補装工事後は見えなくなるものの、大宮小学校創立100周年記念事業の一環として実施された。2021年6月28日に、京都市長を来賓に招き、近隣の上鴨小学校や大宮小学校に、通学する児童を含めた地元住民や上鴨神社関係者らおよそ40名が参加する記念式典が催され、テープカットや、 交通安全祈願祭、地域の幼稚園児らによる渡り染めで、新橋の完成を祝った。ありがとうございます。